あ、ボルゴだ。本日2度目。いや、ボルゴ多くね？マジで。マジで多いかも。ボルゴで。いいのよ。喜び来ても。サンちゃんだ、あれ、多分。信用なくね？あれ、サンちゃんだったよね、今。あの、赤いタイプの。あ、追われてる。え、てか、さっき当たったのがサンちゃんだ、そういや。そんなに得意ではないはずだね、ボルゴ。木村先輩が追われてるわ。あのスキンつけてる人、久しぶりに見たわ。出た時しか見てない。俺、あのスキン好きなんだよな。あの、なんか、黒いさ、黒いやつ。なんか、名前忘れたけど。あれがね、一番ではないか。あれ、かっこいい。一番いいのは、初期スキンなんだけど、あれ、いいよな。名前忘れた。黒くてなんかね、体に針金ついてるやつ。サンちゃんのイケてるスキン。いや、血まみれもかっこいいんだけどな。いや、全部かっこいい、サンちゃん。もうね、見た目がね、見た目マジで一番だから、サンちゃんが。からのクソみたいなアドオン。角度的に見られないじゃない？これね、あら、バレたわ。サンちゃんね、隠れば念意の可能性があるんよな。計算って入れたくないな。さらに奥へ。これ普通に倒すな。なんかあの、インチキ、全然インチキしてこないんだけど。正統派？全然正統派じゃねえや。足早いよ、こっからストライクもあるぞ。あ、この奥でも行ったら何もねえのか。あ、ラッキー。はい、一周回ってきました。走れペンミー。状況的にはクソ強くね。届かん。それはさすがにバスが3キロぐらいあったら多分届くけど。どういう話これ。そこいたか。はい、こっちの板使わないと無理か。ああ、危ない、危ない、危ない、死にたくない。俺全部の板使うよ、ボルゴの。悪いけど全部行かしてもらうわ。危ねえ。これマスギだろ今の。まず やべ、もう無理かも。もう全やばい。通電車殺される。誰か音やる人。はい、誰か。まだ小屋の板あったな。
こうやらないとね。ああそっちね、バレてたわ、逃げる方向。うわストライクね、終わった。俺が何をしたって言うんだ、状況適応のせいや。誰かー、なんかある、待ってこれ何、ミンの体を通してみる、このピンク色のあれはガングです。これガングペンティメントかなんかか、えこれ消えるくない、ここ聞いた。あっち側だな、どっちが近い、こっちとあっち。やっぱこれ死の予感。誰か俺の代わり身代わりにならないか。うわーって言ってた。なんだ大惨事。俺状況適応だからまさかいける、状況適応してる。草足早まん、ちょっと早かったね、バスでその球あれ。そんなこと言ってるとやられるからな、急にサンちゃん来てあれみたいな。やばい、助けに行かないと、こればっかしは。あれちょっと待って、おじさんいなくなった、出ちゃったねー。まあ待ってくれや、目の前で回復しろ。これ抜いても一回罰避けれたらチャンスあるんだよ。俺ガングだから分かんない、まず。どうだ、開いたわ。お、撃たない。ダメなんすわ。あちょっと早い早い早い、出るの。いやこれどう、兄貴の音が何もしないし、この辺りは多分もう何もない。それはね、俺が板を使ったからね。いや最後俺はこんなにチェイス頑張ったのに静かに死ぬ、こんなことないよな。そろそろ行くか、そろそろ仕事しに行くか。あ、まだ行けてるな。あ、1本2本。あ、みんな逆、そろそろみんな逆、ちょうど俺のとこだけ開いてるの、背中。でも大丈夫、勝手に起きるから。で、これはね、いや、これ悪くない、実は。ちょっと実は全然大丈夫で。あ、まだ上がってない。で、これ、ちょっと待って。いや、待たない、俺は。このままフルコンサル落としに行こう。これあるんですよね、これ実はまだ。この治療キットを使うと。ただここは閉まってるから俺たち死ぬっていうこれ逃げ込んだ先が悪すぎて俺たち死ぬ。逆にここで回復して
いや、俺はまだ死なないよ。ちょっとこっちで何もないとこ逃げ、あー、うまい。これで救助行く、行かない、さすがに。うわー、悪いやついるな。いや、これもう一回起きれ、え、もう一回起きれないよな、さすがに。不滅のおじさんの顔が、さすがに助けを見つけろって言ってるわ。ちょっと兄貴、何してんだ。あ、やばい、それは、あ、やばいかもです、それ。いやー、終わったー。あー、終わっちまったー。